下岡忠カ・下岡忠ル、下岡忠カ・タダハから1925年11月22日は、日本の内務、農商務官僚、政治家、衆議院議員、朝鮮総督府政務総監郷、三部、昭屋酒造業、下岡直カ・の次男として、摂津国河辺群高根村で生まれる、一時東京に転居し、麹町小学校を卒業。その後は、 大阪中学、とまり園所員、第三高等中学校を経て、1895年7月、帝国大学法科大学政治学科を卒業。第三高等中学校、帝国大学時代を通じての同級生に、浜口祐子と、しで原喜重郎がいる。大学卒業後内務族となり、内務省大臣官房文書課勤務となる。同年11月、 文官高等試験に合格。1896年1月、熊本県参事官に就任し、京都府参事官、茨城県書期官、法政局参事官、県法政局書期官などを歴任。1906年11月、秋田県知事となる。1908年10月、農商務省農務局長に転じ、農商務次官、水密院初期官長、内務次官を歴任した。 1915年3月、兵庫県軍部区から第12回衆議院議員総選挙に出馬し当選。以後、1924年5月の第15回総選挙まで連続4回当選した。交友クラブ、厚生会に所属。第2次、大熊内閣では、1915年7月から8月まで内務参政官に就任。その後、県政会総務も務めた。 1924年7月、朝鮮総督府政務総監に就任。鉄道局長事務取扱いなどを兼務。1925年11月、遺願のため現職で死去した。ありがとうございます。